どうも恋桜です。時刻はね多分3時半は回っとったと思うから、今45分ぐらいなんかな。今ね DCM にちょっと行こうと思ってて、今日午前中はねお昼前ぐらいかな、こっちマックスバリューで、まあ、買い物してね、もう DCM には行かんかったよね。もうベランダ見ながらよくよく考えたら無理やなって。ねえ、この上ナスまでやりよったら、もうどんだけ大玉トマトに、あのメロンが2株、パプリカ2株、この上ナスまで買いよったらさ、ねえ、そう思ったんやけどね。コメントとかでもね、もう多分やめると思うって。ね、打ったんやけど、やっぱり見に行くだけ見に行こうと、ね、それで今向かってます。着いたよ。とりあえずここがまあナスの麻婆長ナスとかあるわよ。これまた名前がこんな名前つけてね、麻婆豆腐の専用みたいなね。でこれが長ナスね。こっちもこっちは長ナスこれ苗が倒れとんよね。これもこしゃれもあれやな。倒れんのやけど風が強いけんね。まあこんなんもあるんやけど、あれここ違うか、5万だけ残してない。あれもうなくなったんかな。あ、ここのスペースにあったやん、白ナスが。白ナスっていうか白売りナスとかなんかいう名前やったっけ。あ、これもステーキナスとか書いてる。苗がね、今日風が強いから苗が倒れようよ。うん、こう店員さんがせないといけないけどな。これそう、これ倒れにくいようにこっちがよっしゃらんとね。これやったら多分倒れにくい。これがまあ長ナス。じゃあここも倒れと、これもね、ちょっとまっすぐこう四隅にこう置いとったら倒れにくいんよ。ねえ、頭がいいね、あの人たち。うん、でね、ちゃんとパレット自体がもう、でこれもうめちゃくちゃなっとるのこれ。うん、これでいいや。こう詰めてやっとったら。風に煽られても、まあこれであれやろ。でもこっち側に乗せりゃいいのな。こっち側に乗せりゃね、はいとやね。ちょっと中入ってみます。あった、これね、去年やったミニナスセット、これ失敗したんよ。簡単なはずなのに失敗しちゃったんよ。これは良かったけどね。だけど去年と違ってこういう支柱なんかついてなかったよね。これ見て、支柱セットって、うん、支柱セットで、うん、で、あ、去年はこれがね、まあずっと麻袋みたいな感じのやつやったんやけど、今回はなんかこれ違うね。これ何なんだな、うん、プラスチックとなんか混ぜた感じの、あ、仕上がりこんな風になるんで、可愛らしいね。
でもこれやってもむしろなさそうやもんな。だけど場所がないしな。まあこれはちょっと下置いて、これ DCM ばっかり着ようけん、もう店員さんも覚えとるみたい。俺のこと、これもやっぱ似たような感じだね。あ、これが理想像って。去年作ったのはでもね、こんなイメージはなかったけどね、もっと背は伸びたけどここまでつかんかった。肥料なんかもね、この中に入っとる土を使ったよね。まあ、やり方としては水入れて膨張させるっていうやつよね。ここ書いてやろ、紙プランター、プランタートレイで、リング支柱に培養土2リッター分、これ水入れたら膨張する感じやろうね。だってそんな重たないもん、2キロもあるんかな。で、まあ肥料タレが入ってる。これ肥料確かね、ハイポネックスやった。だけど俺はハイポネックス液肥の方持っとったしね。まあね、これどうしよっかな。あれやね、この辺にあったイチゴとかあんなのもう全部片付けたみたいね。もう一番ピークは過ぎたもんね、苗もね。もう5月も中旬やろ、もう6月もあっという間やから。そういうことはね、結果的にはね、ナスはもうやっぱりやめます。やっぱりね、どうせやるんやったらね、もうちょっと立派なのやつ、簡単セットとかやないでね。もう今さら簡単セットやってもね、気持ちが盛り上がらん。だから来年にします。なんでしたいかなと思ったのは、育て方が面白いなと思う。じゃなくて、ね、もう今の季節やったら、今の最近のなんつうのかな、気候的なものを考えたら、12月ぐらいまで収穫ができるみたいなんですよ。結構そんなんもなんかすごいいいなと思って、なんかね、そんなん思ったけど、うわ風強いな、そんなん思ったね。買うのはいいよ。マックスバリューのホームランバー、安いよ。いちご味と、なんか他のチョコレートのやつと、安い。スーパーカップのブルーベリーヨーグルトがあった。これを買うか。もうめんどくさいけど2個ぐらい買っとこうかね。ここのお宅のとこの、トマトすげえ幹が、あのつるちゅうかあれが大きくなった。めっちゃ太いよ。直径 1.5 センチ、2センチ近くある場所もある。拡大しよう。ここめっちゃ太いやろ。これちょっと流星がすごい。これちょっと成長の方に栄養が行き過ぎとうね。あのね、